はようございます。つりこう TV です。これ、グローデザインワークスのフラッグ170。これをね、一つ手に入れることができたので、開封してね、どんな感じのルアーか見ていきたいと思います。これね、結構動画なんか作っていると、コメント欄にフラッグ170やばそうな感じですよね。使わないんですかとかね。あれ具合良さそうですよ。はたまた、結構ね、仲間の、釣り情報網からですね、あれ結構やばいんじゃね、すごい釣れるんじゃないなんていうね、噂話を、たくさん聞いてね、なんとかね、欲しいなと思っていたんですけども、一つね、手に入れることができたんで、早速ね、見ていきたいと思います。後ろはね、こんな感じで説明書きが結構ね、びっしり、ね。で、フラッグ170っていうことで、ね、まあ、柔らかいジョインテッドクローなのかな、みたいな印象でね、思っていたんですけども、はたまたどんな感じか、早速ね、開けていきたいと思います。ここにシールが貼ってあって、あ、やべ。破れちゃった。まあちょっとね開けていくんでね、はい、これで開けるとじゃじゃじゃーん。あ、でブリスターパッケージのようになっていて型崩れしづらいようになってるんですね。あー、うわ、綺麗な。はい、出てきました。フラッグ170。あ、結構、裏のこの気になる平たい面とか、あー、ここのくびれの感じどうなのかななんて思ったんですけど、結構薄くくびれてますね。そしてここにもヒレがあって、で、腹側を見てみると、ね、あ、ここはね一体化されてそうな感じで、あ、でも頭のこの可動域結構グリンって、すごいね特殊な専用の多分部材がここにはめ込まれていて、そこから、スイベルスプリットリングで針につながるわけなんですが、この針が最初から結構いい感じの、多分これクソ加工してるんじゃないかな、キャンキャンに刺さりそうな針がセッティングされてまして、で、まあ、手のひらにのせるとこんな感じの大きさですね。いやー、へー、面白いな。でね、テールのところがこんな感じで、またやっぱフラグとは全然違ったようなこの体積とかね、どうやって泳ぐのかな気になりますが、やっぱりねビッグベイトとかだと多少浮力を持たせたりいろいろな、ね、部材を入れるために結構ここがもうちょっとずんぐりむっくりしてたりするかと思うんですけども、ワーム素材なので非常に薄い感じのね。でもね、腹のところのこことかはねボリューム感もあって水はガッて押してくれそうだな。平面なところが非常に広めに加工されているのでピシッピシッってこうね、なんか水を押してくれそうね。で、これとね、実際にちょっと大きさの感じ見てみたかったのがジョイクロの178ね、あれ横に置いてみるとどんな感じなのかね、ちょっと引っ張り出してきたんですけども、はい、いやー、このなんというか絶妙なね、あ、これお尻が垂れちゃってるけど、こんな感じですね。で、横から見るとこうなんですが、上から見るとねやっぱりプラスチックで成形されているジョイクロより後ろのここがしなやかで薄くて、ここら辺がやっぱ全然ワーム素材だと違ってくるんだなぁなんて思ったり、すごいっすね、こういう感じなんだ。まあ裏に説明とかで使い方とか書いてあるかな、ちょっとね見ていこうと思うんですけども、ルアーのアクション方法書いてありますね。まずねスローリトリーブだと I字形アクションをしてくれるそうです。I字姿勢をキープし、ゆっくりと振動を下げます。ロッドを立てリトリーブすると振動をキープすることも可能ですね。でミディアムリトリーブした場合はこれがねフラッグアクションね、ボディ全体でしっかり波動を発生させ、まるで、旗かっこねフラッグが風になびくようにアクションします。あ、このフラッグっていうのは旗をイメージした、こうはためいた時がフラッグね、フラッグアクションだよってことなんですね。ああ、そういうことなんだ。で、スライドアクション、ミディアムリトリーブ、ファーストリトリーブ中にリールのハンドルをピタッと止めた時にルアーがスライドします。ピタッてやるとこうリップとかがないので、でこのつるんとしたボディの感じなんでスルッとこうスライドアクションしてくれるんですね。逃がしのアクションというか、まあそれで、釣れそうですね。リールの巻き取り速度だけで、数種のアクションを操作することができるのがフラッグの特徴です。で、上記のアクションをミックスして操作を楽しんでくださいっていうようなことと、フックセット方法が書いてありますね。ボディ1の部分、この1の部分っていうのがここですね。1の部分にですね、穴が開いていて、ここにスリットね、この穴があって、でそこに針を入れられるようなスペースがあるんですね。なるほどなるほど。だからちょっと今一回取ってみますね。スルッて抜けたんですけど、ここにお腹のね穴があって、でここにこのクイーッと入れていくと、あ、スルッと入るね。あ、これなんか親切ですね。この手のルアーだと、まあボディにもう針で穴を開けるの前提でね、どんどんやっていって、そして、まあ、徐々にボロボロになってね、フックの保持性能が落ちていったりするもんですが、まあ、最初からスポッと入る穴があってスルッと抜けるよ。あ、魚かけた後もこれバラしづらそうですね。ね、ここは稼働してくれるんで、すごい、ね、細かい工夫がいっぱいあるんですね。で、沈下速度、調整方法っていうことで、販売時はスーパースローシンキングになっていますということで、で、ここの2の部分ですね。あ、ここの2の部分に、タングステン製のネイルシンカー 0.9g が、挿入されています。フィールドの状況に合わせてネイルシンカーのサイズによる沈下速度の調整が可能です。で推奨ウエイトは 0.6g から 1.3g ぐらいを使い分けてくださいっていうところと、あとね、これね、ここの破れちゃったところに重要な説明があって、ラインアイにスナップを使用しないでください。本来のアクションが出なくなります。出にくくなるじゃなくて、もう出なくなるって書いてあるんで、直結で結んでねーっていうのがねポイントなのと、あとね、あ、ここね触るとね、この中にこれ重り入ってるんですね。最初は 0.9g が入ってるんで、まあここのね多分出すことができて、重りの重さ調整してくださいね、沈下速度を調整してくださいねということみたいですね。いやー、これでカラーリングも綺麗だから、目なんかもこうギラッとにらみつけてきて、いやー、これはすげえな。もうね、こういじってるだけでね、なんかやべえな、これ釣れそうって感じなんですけど、あとね重さの方もね測っておきたいと思います。このじゃあ、一番オリジナルの 0.9g の重りが入っている時は何 g でしょうか。31.6g っていうことでね、まあなんだろう、投げやすい重さですね。ジョイクロだとだいたい 61.8g、 これは重りベタベタ張っちゃってますけどね、な感じですけども、だいたい似たような感じですが、フラッグの170だとだいたい 31.4 って今出ましたけども、こういう感じなんで、ジョイクロとか投げるほどまでビッグベイトロッドって感じの用意しないでも、この重さであればミディアムヘビーとかね、そんな感じの竿でね、ライトテキサスやるような竿とかテキサスリーグラバージグやるような竿で十分ビシビシと動かせるんじゃないかなってね。あとはリーディングによって操作するっていうことなんで、こう巻いてピッスライドピッスライドアイシとかね、いろいろできそうなんで、これこっからのねハイシーズンに非常に手に入れてよかったな、楽しみだななんていう風に感じておりますね。何にしてもね、早くね、ちょっと梅雨の時期のこう雨が降ったりして魚が上ずっている時とかにね、ジョイクロが効きそうだななんていう時にじゃあこのワーム素材っぽいこういうフラッグとか入れたらどうなんだろうってね、こういう感じでね、いろいろこうね、硬いのとか柔らかいのとかね、いろいろ新旧とかも織り交ぜつつ、今年は試していきたいなぁなんていう風に思います。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、グローデザインワークスのフラッグ170、これを買ってきてあげてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。